はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、福岡市のですね、城南区の、えっ、ー、と、中学校の先生がですね、えー、あれこれ、一つじゃないのかなまあ、コンビニの女性店員ですね、卑猥な言動をしたっていうことで、逮捕されててっていうのと、なんか女子部に、女子、女子の部室にですね、侵入して、とかなんかそんなのもあるっていうお話なんですけど、えー どうなんだろうちょっと今回こんな感じで、えぇ、ー、やってみようかなと思うんですけど、ちょっとですね、複雑といえば複雑なのかなあの、あの、そうですね、女、コンビニの、コンビニの女性店員ですね。あ、まあ、ええー、ええー。 ヒニング的なやつですね。あの、まあ、001みたいな感じのやつをですね、買ったときに、あの、女性店員ですね、えー、使い、ちょっと使ってみたいんで、あの、ちょっとトイレ貸し,貸してもらっていいですかって言ったらですね、えー、逮捕だそうで、結構ですね、なん、なんていうんですかね、 あれ、そんな発言もできないの日本って思って、ちょっとビビってるんですけど、えー、これ、これで逮捕だそうです。で、まあ、学校の先生なんで、まあ、他のこともありつつ、えー、懲戒免職だそうで、うーん、あれ、そんなことも言っちゃいけないのなんかこう、例えばですよ、えー、まあ、ドス、ドスケベな、 中年の女性店員が働いてるとして、なんかこんな感じのことを言ったらですね、嫌なお客さんちょっと、みたいな感じでこう笑いながら、返答をする女性店員もいれば、キーとなって警察呼んで逮捕してもらうみたいな感じの方もいるのかなみたいな。なんかちょっとこうかなり人によってですね、 左右されて、まあ、セクハラといえばセクハラなんでしょうけど。で、えー、例えば、えっ、ー、と、まあ、この方29だそうなんですけど、29歳の女性がですね、男性店員ですね、あの、ちょっと使ってみたいんで通り変えていいですかって言ったらですね、あ、どうぞ、みたいな感じで、女性だったらい、いいいけるような気がするんで、まあ、これもちょっと、男、男女の、何ですかね。 男性の方が圧倒的に逮捕されやすいみたいな感じなんですけど。で、去年の10月、2021年の10月に、えー、この割,割と卑猥な言動をして、今年の10月に、2022年の10月に逮捕だそうで、かなり長期戦の話でして。で、えー、そうですね。 ま、で、これがプレイの一環で、その、えー、あの、あなたが、あなたがあの、コンビニに行ってす、こんな感じのことをやれば私の裸を送ってやるよって言ったのか、えー、こ、こんだけのことをやれば、相手の人も、あの、裸の画像を送ってくれるんじゃないかとか、思ってやったのか、ちょっとわかんないですけど、ええー、 SNS で向こうの方からの、こう、裸かなんかの画像をですね、ゲットしようとしての、卑猥な言動らしいんでね。で、あともう一個、あの、なんか、女、女子の物質化なんかにですね、えっ、ー、と、女子の物質化なんかに侵入したとして、なんか寄訴されてるって書いてあるんで、なんか学校の先生が、おい、ちょっとお前ら、物質掃除しとけよ、みたいな感じで入って、 たのかなんかこう、盗もうと思ったのか、何なのかわかんないですけど、入っただけで起訴されておりまして、で、うん、なんかね、ニュース的にちょっと、結構濁してあるんで、あの、なんかこう悪いことをする目的で、まあおそらく物質に入ったんでしょうけど、はーい、まあ、そうですね。 で、まあ、福岡市、おっと、福岡市、城南区だそうで、あんまり知らないですけどね。まあ、中学校がどのぐらいあってとかも、あんまり、多分通ったことはあるんでしょうけど、あんまり知らないとこなんでね。はい、えー、で、去年の10月に、この件があって、 で、今年の10月に逮捕なんで、その間ずーっとですね、学校の先生をやってたのかなあれ、懲戒免職になったのいつみたいなとこですけど。あれ、書いてあるのかなえーっと。えー、っと。 27日付で懲戒免職ってことなんで、えっと、2022年の12月の27日、えー、冬休み中にですね、えー、とある先生がバーンと消えることになる、なる像で。はーい。なんで、その間ずーっとですね、普通に、お前ら勉強しろよ、みたいな感じでですね、 社会科の教師だったかなはい。なんかそんな感じなんでね。えー、これはまあ、あのー、盗撮のカメラとかを設置したとかですね。そういうのじゃないんですけど、うーん。ちょっと重いかなと思うんですけど、その、まあ、逮捕されて、一応認めちゃってるんで、で、うーん。 で、その、コンビニの女性店員ですね、こう、まあ、ちょ、ちょ、ちょっとしたセクハラなんですけど、こんなこと言っただけで逮捕されるのかなと思うとですね、もうあ、ポイズンですよ。何にも言えないですよ。あのー、え、1000匹どっからみたいな。コンビニで働いてる女性なんで、えー。 そんな、その、小、小学生とかですね、小学生とか中学生の女の子にこんな感じの卑猥なことを言ったわけじゃないんで、ちょっと厳しすぎるんじゃないかなと思うんですけど、その相手の女性次第でしょうけど、はい、まあ、ん上司の部室に侵入して起訴されてるっていうのもなんかあるんで、うん、あ、でも、あれか。 卑猥な言動は卑猥な言動で逮捕なんで、あれ。あ、で、あれか、コンビニだから防犯カメラがあるんだ。防犯カメラがあって、警察に届けて一応調べて調べて、したらあれなんだ。ヒットして、逮捕なんだ。うーん。はい。なのでね、あの、<laughs> もう、あれだ、ね、よ。何にも言えないよ。何にも言えない。なんか、あれ、ひょ、ひょっとしてですよ。ひょっとして、あの、あの、君、あの、女性店員割と可愛い,いねとか言っただけでですね、あの、肝面のあなたたちはですね、逮捕されますんで、あの、あれ、もう何にも言えないよ。何にも言えない。はい。恐ろしい世の中になってますよってことで。 私はですね、その、今回はあの、教師がですね、懲戒免職になってるっていうことよりですね、あの、コンビニの店員にちょちょいと、えー、若干のセクハラ発言をしただけで逮捕されてるってことが、の方がですね、よほど怖いよってことで、はい、今回は、えー、ちょっと、ちょこっとだけあの、教師の方に同情しちゃうなってことで、はい、今回は以上です。